ジャパニーズヨガの夏美です、今日も寝たままできるヨガの紹介をしていきます、本日はですね、タオルが、フェイスタオルなんかがあると、行いやすいので、ぜひ一つフェイスタオルを準備して行っていきましょう。仰向けになっていきます。あっけ、うん、あっけ、あっけ。仰向けに寝たら、一伸びしましょう。胸の前で手を絡めて、吸って手のひら、かし、体を上下にスーッと伸ばします。吐いて、リラックス。さあ、この状態から、今日は、左膝を曲げて、足の裏にタオルをかけるようにしていきます。伸ばせるところまででいいので、伸ばしていきましょう。で、このタオルがバスタオルでもいいかと思います。少し長さがあった方が楽という場合は、それで行っていきましょう。軽く曲げ伸ばしをするような感じでもいいので、太ももの裏側を徐々にほぐしていきます。さあ。伸ばせる場合はそのままホールド。では一度膝を曲げて外側に開いていきましょう。足に引っ掛けたままでいいので股関節を開いていくような感覚ですね。鼻からたっぷり息を吸って、口からはーっと一度吐き出します。そしてですね、ちょうどこの、腰骨、腸骨と言われているところがあるんですが、そのあたりをタオルを掴んでいない方の左手ですね、そのあたりで少し揉みほぐしていきましょう。もう一度左の足を伸ばします。そこから行ければタオルを持ち替えて左手で持って横に向かって開いていきましょう。この時も突っ張るなという感じがあれば少し膝を曲げたり伸ばしたり、または角度を変えるようにします。逆に伸びをもう少し深めたい場合は引き寄せるような感覚にしましょう。足に引っ張られて右のお尻が浮いてこないようにお尻は床に下ろしたままです。足回りのほぐしをしていきます。さあ、続いて膝を曲げてもいいので左足をセンターまで寄せて、次は右側に向かってクロスのような形で倒します。きつい場合、膝を曲げてもここでも大丈夫です。余裕があれば、視線を左側に向けて、左手を肩の横の方に向かって伸ばしましょう。ねじりながら、あとは楽な呼吸を続けます。さあ、たっぷり鼻から息を吸って、最後に吐き切りましょう。では、膝を曲げてもいいので、左足をセンターまで戻したら、今度この足、膝を曲げて、抱えられれば、足ごと抱えていきます。きついなという場合は、タオルを使いながらで行いましょう。そして、揺らします。Okay.
お尻、太もも、股関節、内もものあたりまで、揺らすことで柔らかくほぐします。さあ、動きを止めて足をほどきましょうか。少し骨盤を揺らして、もう一度足を閉じてまっすぐな姿勢から。次は左足です。足の裏にタオルをかけるようにしながら、余裕があればこの足を伸ばします。何度か曲げ伸ばしを繰り返してもいいので、心地のいいポジションでホールド。さあ、あと一息。吐き終えたら膝を曲げて、この膝を外側に開きます。タオルを持ち替えるように左手で持ってしまっていいので、膝を下方向に下ろしながら、股関節、右側ですね、ここを伸ばしていきましょう。そして右側の腰骨の内側あたり、腸骨の内側ですね、このあたりを指でなぞりながら少し揉みほぐすような感じで触っていきます。足をセンターに戻してもう一度伸ばしていきましょう。次は右手でタオルを持ち替えて外側に向かって開きます。曲げ伸ばしをしたり、しっくりくる角度を探っていきましょう。お尻が浮いてこないように地面の方に骨盤は下ろします。鼻から吸って、吐くときに肩周りはリラックス。では、膝を曲げてからでいいので、足をセンターまで戻したら、タオルを左手で持ち替えます。鼻から吸って、吐きながら左側に足を倒してねじりましょう。ねじった後は、右手を肩の横の方に伸ばしていって、手のひらも上向きです。視線を手の先の方に向けながら、骨盤、背骨、体の中心軸を整えていきます。膝を曲げてもいいので、吸いながら体をセンターまで戻して、右の膝を折り曲げて、下から足を抱えます。左手でタオルを持ったままでもいいですし、両手で足を抱えてしまってもいいので、揺らしましょう。揺れながら、左右でもいいですし、少しこう円を描くように回した方が心地が良ければ、その動きも試してみて、自分の体が一番しっくりくる動きを取り入れていきましょう。動きを止めて、足をほどいて、膝を立てます。左右に揺らしましょう。腰から大きく揺らすような感じで。
では動きを止めます。足腰幅程度です。そのまま膝を左側にパタンと倒したら、この足を右側に滑らせて、両方の膝を床に着地させるようにして、特に右足の太ももの外側を伸ばしましょう。では、両手ですね、タオルを使いますが、だいたい肩幅程度に空間を空けて、吸って手を上に向かってバンザーイ。肩、リラックス。そこから余裕があれば、右側にスルスルっと上半身を滑らせて、C のカーブを描くような感じにして、体側伸ばし。呼吸は自然と深く続けます。吸ってまたセンターに戻り、足を立てます。次は膝を右側に倒して、足元左側にスライドさせて、両方の膝が床につく感覚が作れれば OK。 難しい場合は浮いてしまってももちろんいいです。そこから吸って吐きながら体を左側にカーブを描かせて、より伸びを強めていきます。呼吸が深く入っているか、自分自身を確認しながら、ではゆっくり体をセンター、両膝を立てます。さあ次は両膝曲げて自分の方に近づけて、足の裏にタオルをかけましょう。そこから伸ばせる範囲でいいです。伸ばしていきます。余裕があれば足をどんどん自分の方に近づけていきましょう。きつければまた曲げ伸ばしでトライします。少し揺れてみるとまた伸びが違うので面白いかもしれません。さあ、OK。 では膝を折り曲げて、次はタオルは解放してしまっていいので、両膝抱えるか肘同士か手首か、お好きなところを選びます。上半身を起こして体を丸め込みましょう。小さく丸くなります。顎を引いておへそを見て、さらに余裕があればおへそを自分の体の内側にぐっと引き入れるような感覚です。さあ、では頭を地面に下ろし、両手両足空へ揺らしましょう。揺らしながら足首、手首、膝、肘、足の付け根、振動を体の中心に広げていくように揺らします。では、手だけ地面、ふくらはぎを足の甲でトントンと叩いてリセットしておきましょう。反対側も同じようにトントン。そして次は膝の曲げ伸ばしで、かかとでお尻を叩きます。内側、外側、OK。 では膝を立てて、そこからゴローンと体を横に倒します。ここで一呼吸しましょうか。深く吸って、はー、楽に吐きます。
腕の力で体を起こして起き上がりましょう。肩周り、首元楽にします。今日はゴロゴロ仰向けのままできるヨガでした。またこんな動画上げてくださいというのがあれば教えてください。次の動画でもまたお会いしましょう。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーな紬で検索してみてください。